次お願いします。うわ落とします。でその時に広がるイメージ、これをいろんな方法でつなぎます。誰強いだよ、つなぐって言ったり一体化するって表現しますけど、おすこんにちは、空手家の光景です。今回はなんととんでもないセミナーにお邪魔することになりました。格闘技界で、武術の実践性を証明し、現在は誰でも何歳からでも強くなれるコンセプトに打列道場を主催している菊野先生と、500年もの間代々家伝として継承されてきた体術に様々な武術や利合を加えて発展体系化されてきた、ケーブルアイキ体術の網宮先生のコラボセミナーに参加させていただきます。先生、すみません、よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、ちょっとあれですね、3人揃うともうちょっと寄らないとはみ出ちゃうんですよね。今回のセミナーのテーマが威力っていう、はい、興味しかないんですけど、はい、なんか、あ、どうしましょう、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう威力と言ったら、いやいや、もうみんな本当にやばいですからね、皆さん。もう、はい、行きましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、ぐだぐだで。一つの道具を持ってた会社の大阪の人が彼も今回いろんな時間割が最初に僕が40分間ちょっと担当させていただきます。でその後5分間休憩して、よくこの雨宮先生40分間担当して、でまた5分間休憩して、その後に20分ぐらい2人で合わせて質疑応答であったりとか、まず皆さんの要求に応えられたなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、威力というテーマで、させていただきます。で、まあ、威力って一口に言っても、まあいろんな要素、たまパワーとか重さとかスピードとかタイミングとか距離とか、その強をつくとかですね、角度とか場所とかも急所とかも威力って一口にはできないんですけど、短い時間の中でシンプルに、ね、伝えるために、今日はシンプルにパワーと重さ、ね、パワーと重さをいかに相手に伝えるかっていうのを、威力ということでお伝えしたいと思います。で、パワーと重さを伝えるときに、なんでそれが伝わらないのかっていうと、人の体が、まあ、関節があったりとか、まあ、力んだりとかして相手にうまく伝わってくれないんですね。で、まあ、これよくね使うんですけど、まあ、この紐のところは関節だと思ってください。これがまあ腕とか、まあ、足とかですね。で関節が、ね、あるので、こう後ろからこう力を足したときに、この関節部分で吸収されたりするわけですね。だからうまく重さが、力が伝わらなかったり、重さもですね、こうやってバラバラになってしまって一気にこっちに行かないですよね。だからこれをいろんな方法でつなぎます。誰強いだよ、つなぐって言ったり一体化するって表現しますけど、このバラなバラなものをしっかりこうつなぎで相手に伝えるってことをやります。手を振っては、まあ、こういうことしなきゃいけないとかじゃなくて、内反射をやると体がさ、つながるんですね。さっきの、ここがちょっと動けば全身がこう連動するような体になるし、パスッとこう体が固まるような体になります。でそれを作ると、まあ、本当に手をこう振ればこう重さが出るような感じになるんですね。で、まあまあ、ある程度ね内反射やってるので、ある程度体が皆さんつながってますんで、ちょっとこう、今日まだそういうの体験したことない方は、ちょっとバン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 。おお、はいはい、ありがとうございます。まず、はい、あの、はい、ある程度強く力が入る。内反射という方です。でそれの内反射突きっていうね、こういう動きがありますんで、これをちょっと皆さんとね、
ゴリゴリやりたいと思います。あのですね、これはどんだけ自分を追い込むかです。楽にやれば楽にできますし、きつくやればそれだけ、皆さんのレベルが上がりますので、鍛錬になりますので、皆さんがよくよく自分の中を観察して、要はつながりっていうものを、まだ緩いもの、薄いものを太くするんですね。太く強烈にしていくのが今からの稽古なので、ちょっとね、頑張ってみてください。あの雨宮先生のウォーミングアップとしてね、頑張りますでは立ってください。ひげも伸ばす、下段払いも伸ばす、中心から外側に引っ張って、はい、じゃあそのままひねったまま水落ちのラインを通していきます。右手は外側にひねっていく、お、引っ張って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 、お、いいよ、頑張って引っ張って、3 2 1 OK、 おー、せーの、肘から下げていきます、おー、あー、5 4 3 2 1 OK、 座ってください。足楽にしますね。そうなると勝手に今のポンとこう出したこのこれがドーンってよくにならないとね、いけないんですね。それを仕込むのが今の型です。勝手にバーンになるっていうね、形ですね。何か質問ありますでしょうか。はい、どうぞ。今これ体験なんで、はい、10秒でやったと思うんですけど、はい、普段自分でやるとしたら目安でどんぐらい。もうそれはね、追い込み次第なんですけど、ただ10秒以上やれるぐらいで追い込まない方がいいですね。僕だって10秒以上やもう引き石が飛びそうになりますもんね。あのバーベルスクワットみたいなもんですよ、本当に。ふやーうわーっていうぐらいのテンションでやるので、はい、長時間はできないですね、はい、ですね。だから5秒でもいいですよ。だから短時間で、皆さんお忙しいと思いますんでね、強烈に強くなる稽古法なんで、ぜひぜひね、あのだから時間がないっていう言い訳にはならないですよね。本当5分でもうめっちゃいい稽古になりますんでね、はい、ここの重さを伝えたんですね。例えば終鉄とかだったら、皆さん知ってますか、終鉄ね、背骨を伸ばしてる、普段僕らの背骨って緩んでるんですね、これを伸ばしてるんですね。で伸ばすとここがたまないから、この手の動きが相手にこう響くんですね。力みじゃないんですよ、伸ばすんですね。で、さっき例えばここがしっかりこうやっちゃうとダメだけど、これを伸ばしたままこうすると相手に響く。ありがとうございます。先ほどお願いします、はい、菊野先生同様ですね、楽しんでいただければというふうに思います。で、今日威力ということなので、まあ、いや菊野先生のね、あとちょっとやりにくいなってハードル上がってるなと思いますね。じゃあ、ちょっと最後に皆さんにこれからやってもらうのは姿勢、このうちのその四大原則というのがありまして、呼吸、姿勢、脱力、調和で、これをこの4つを持って四大原則は技法を行うための原則としています。で、詳しくいろいろ伝えたいなというところなんですけども、時間も限られていますので、今日は呼吸、姿勢で、できれば脱力までいきたいなと思います。姿勢なんですけども、普通にまっすぐ立っていただいて、まずは足の幅をですね、肩幅よりも狭く立ってください。次は、これもちょっと菊野先生の姿勢と似てるんですけども、骨を揃えます。で、うちの骨の揃え方なんですが、重心をまず母子球に乗せるんですが、母子球に乗せようと思って乗さないでください。意識的には母子球に乗っかってるなぐらいでいいです。で、体重のバランスは前に7、後ろに3、7対3ですね。で、立ってまずください。で、次に足はとりあえずですね、棒立ちでいいです。膝は伸ばしてください。で、要は
骨の上に骨が乗っかってる感覚をまず自分の中に作ってください。この手相に対して皆さんにやってもらいますけども、剣を1個出してもらって、で当ててもらいます。で当ててもらったら腰を落とすんですけども、膝曲げるとこういう感じです。相手に何も響いてないですよね。尻を出すとこういう感じです。真下に落ちるんですと響きます。受けてみたい方います？あとで回りますね。強く、あ、こっち。強く、あ、こっち。強く叩いたらいいです。これ筋力で使って叩いてると分かりますよね。投げるんです。ここからただ手を投げる。構えてて引くのもいいです。これでもいいです。いいですけども、構えが崩れていても同じです。投げればいいです。それを可能にするのがこの姿勢で、これが整ったら次は脱力やっていきますんで、ちょっとやってみましょうか。じゃあ2人1組になりますかね。立っていただいて、で、余ったら待ってください。ああ、なるほど。ああ、これ触れた方のこと深いですよ。はい。基本、まあ、ケーブルの基本姿勢を取った状態で、まずは真下に落とす。で、この落ちるこのエネルギーというのを四肢に伝える。で、やってるこの波紋という、その鎧同士というのは、手の筋力で叩くんではなく、または遠心力を使うんではなく、手を放り投げる。そして体を今みたく落とす。落としたら、まあ、真っすぐ下に落ちれば力が伝わるということが分かったと思うんですけども、それをうまくインパクトの瞬間に合わせる、うん、そうすると少ない力で相手にある程度の衝撃が浸透すると。で、最後にこれは菊野先生もおっしゃってましたけども、これは鍛錬によって無意識でそれが行うようにならないといけないですね。そうじゃないと実際には使えないんですよね。ですので、よし。ですから呼吸もそうです。呼吸が乱れているとほらかかりません。呼吸を整えます。かかります。かかりますかね。ちょっと耐えて。呼吸たたまります。倒れます。受けてみたい方います？じゃあ分かりました。これでいきましょうか。で、リラックスしてください。痛いんで、強くするとちょっと頑張ってくださいね。ちょっと痛いですよ。ちょっと痛いのも変えますか、はい、これで抜いていきます。これ響くと。で、呼吸もっと響くと。それをさっき倒したやつで言ったら、下半身から揃えていくんですけども、体の力みというのを取っていくと、もう倒れる。これが自分の体が固まっていると、そこで相手の体が反射して耐えやすくなるわけですよね。ですから力がいると。そしたらフィジカルが強い方が勝るに決まってますよね、というこうタイプが。何時まで、この肩が、この姿勢を
下っ端に込めて健康なことかもしれない。この状態で下からに込めて、違うかもしれない。まずこうやって曲がってるといきません。姿勢を整えます。崩れます。こうしない。姿勢を整える姿勢を整えると、普通にいただきます。で、手を投げます。今度は落とします。で、その時に広がるイメージ。どうもあんまり高くなくてもある程度の衝撃が中に入る。ですので強く叩いても、もちろんフィジカルがあればね、あとその叩くコツがあればある程度の消去力が、威力が出ますけども、まあ、うちはそういう原理で叩いてる。クズ方だちょっと阿弥陀先生の技を受けていまだいましたよね。で、はい、こっちはこっちでちょっとの僕の受けたい人をちょっとすいませんすいませんおおはい、スキルお願いします。うわっなんのゲームだよ。怖あとなんか例えばさっきみたいなこう、クマ僕ら末端からこうやって手先から動くことで伸ばすことでこうあいつとリラックスでつながって打ちつけてみながら遠心力でつなげて伸ばしてお願いします。どうも、はい、一応ですね、今日は威力ということで、KBL 考える威力、まずは
呼吸というのが乱れないということ、それはいつもしている皆さんの呼吸が乱れないということ、そして次に姿勢、これが先ほどご説明した姿勢が整っているということ、これを条件に下半身から上半身へ向けて順番順番に力みを取っていく、無駄な力を入れないまたは使わないというのがケーブルの脱力になるので、これを意識して手を投げる、そして当たったところから波紋が広がるようにイメージして打つことによって結果波紋が広がったり広がるようにダメージが浸透するということですね。はい、ちょっと長い間お付き合いいただきましてありがとうございました。じゃあ木村先生、はい、すみません。そうですね、あれですね、とりあえずじゃあトイレとかお水とか飲みたいと思いますので、はい、一回休憩したいと思いますが、実は今日高潔先生が来てくれました。まさかのこのタイミング、びっくりした。ありがとうございます、実演までして。すみません、なんか急にすごいなんかお二人と撮ってたらなんかなぜか僕がやるけど、さっきやってたらなんかすごい音がドーンドーンって。ありがとうございます。サプライズゲストに来ていただきました。ありがとうございます。ではちょこっと休憩してまた最後ちょこっとだけお話ししたいと思います。実践して経験をしてそこから、生まれる知恵の方が大事なんじゃないかと、それが、今のお話で言うと正本に近い。これだとこことここは切れてるんですよね。それをふーっと力を抜いたりとか伸ばしたりとかすることでこことここが今同じ均一になります。そうするとこういうとここが響くんですよね。そういう状態なんでここが。よし、今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。セミナーの時は次の撮影もあったためお二人の締めの言葉を撮影することができませんでしたが、この後は概要欄にある菊野先生のダレツヨ道場チャンネルとアミンヤ先生の〇〇伝承チャンネルをクリックしてみてください。もうお二人の強さや技術への興味が半端じゃなくて、技術だけでなく学ぶ姿勢に関しても学べる素晴らしい動画が満載ですので、ぜひお二人のチャンネルもご覧ください。現在新設された空手家高潔のオンライン教室では、 YouTube では公開できなかった空手家高潔のマル秘技術はもちろん、一般には公開できない動画や高潔の空手ノートの一部の公開など様々な限定情報を配信しています。対面式ではなく配信型なので、好きな時間に好きなだけ繰り返し学習でき、疑問があればコメント機能で質問もいただけます。初心者はもちろん強くなりたい人、強くしてあげたい人のための誰でもオンラインで学べる教室、皆さんのご入会お待ちしています。これからも空手家高潔と一緒に強くなりましょう。おっす。